事ばかりでごめんなさい。生まれてきてごめんなさい。私はやっぱりダメでグズで救いようもない弱娘なんです。ひどい状態ですけど、奇跡が起こるかもしれないのでめげずに走ります。調子ですか？バッチリ。ダメダメです。でもでも、なんとかやってみるので。絶不調でも諦めずに走れば救いはあるかもしれませんよね。他の皆さんがいつもより眩しくて、本当に追いつけるんでしょうか。私、足を引っ張ってないですか？ご迷惑かけてばかりで。こんな調子じゃ、いえ、なんでもないです。やるだけやらなきゃ。すみません。なんだか調子が出なくて。あ、けど全力は尽くすので。このコンディション、ちょっとだけ不安かも。ちょっとずつでも前へ進めば変われますよね。どのトレーニングにしますか？決められないので選んでいただけると嬉しいです。今日も練習お願いします。できることから始めれば私でも成長できるでしょうか？もう少し足に寄りませんか？私なんかが広い場所でトレーニングするの恐れ多くて。あ、遅れてすみません。なんとか準備終わりました。練習中変なドジしないように気をつけるので、ご指導お願いできますか？普通に頑張れるかと。ゲートに服引っ掛けたりしなければ。冷静に。はい、レースですね。失敗しないように気をつけます。調子がいい時は貴重なので、今のうちにできるだけトレーニングしたいです。今日は調子がいい気がして、いろいろ試してみたいんですが、ダメでしょうか？この調子ならちゃんと気をつければ悪い結果にはならないかも。私にしてはまともにやってこられたかもしれません。気のせいかもしれませんが、ちょっとだけ調子がいいかもです。ちょっとだけですけど、今の私は一味違います。オペラ王さんのモノマネ噛まずにできましたから。今なら何でもできそう。あ、言い過ぎました。今日の気合はオペラ王さん並みです。コンディションはバッチリです。多分準備ちゃんとできたから、いつも以上の力を出せる気がします。レース出ますか？出ますよね。
い頑張らないと。ごめんなさい、ごめんなさい。走らなきゃ、レース出なきゃ。なのに、体動かないんです。ちょっとだけ休憩を。体力もダメダメな馬娘です。すみません。